はいどうも焼きそば頭のパパですと今回ですねあのー、最近ライブ配信とかで、ね、しゃっててちょちょいっとちょっと思ったことがあったんでちょっとその話をさせていただきます今回ちょっと話そうと思ったのが夫婦の仲がいいのってやっぱあのー、自分の素を出せるかどうかなんじゃないかなってちょっと最近思ってるんでその話をちょっとさせていただきますはいよろしくお願いします 僕のね、まあ、ゲーム配信とかそっちの方を見てくださってる方はわかると思うんですけど僕見た目こんなんですけどあの結構オタク気質でなおかつあのも、ー、ちろんハイテンションな変なやつなんですよ、うん、でこうっちの雑談とかで見せてる姿ってあんまりそういうの見せてないなん,かなんかハイテンションにヒャッヒャーってやってるのまあ先日公開したサッカーしてる時の。 動画見るとちょっとわかると思うんですけどあんな感じが素なのでかしこまった人間でもなければなんかクールな感じでもないんですね人前ではちょっとクールな感じになってますけどテンション低いとそう見えるだけ声が低いからなんかそういう風に落ち着いて見えるだけになりますテンション上がるともうすんげえ悲しり声でヒャーって言ったりするんでまあ、でもそれが僕の素なわけですよ話聞いてると夫婦間で思ったことを言えてない人結構多いなと思って、まあ、極端な話相手にさ 改めてさ、好きだって言ってるかどうかとか、逆に、もう最近あんま好きじゃないって言えてるかどうかとか、僕はそういうの隠すのあんまいいと思わないんですよね。いいことも悪いこともね。いいことなんか隠さずどんどん言った方がさ、相手は喜ぶと思うし、逆に嫌になってきたってことも言わないとさ、自分の人生つまんないじゃん。極端な話、この人と一緒にいるの苦痛なのに、まあ結婚したからとりあえず現状維持で一緒にいようってなってる人も結構多いような気がするんで、えー、って。 そういうい人生楽しくないよなって僕は思っちゃうんですね。うちは基本どちらかといえば言ってる方だと思うんで、ガツガツと。いいことも悪いこともね。あの腹立ったら腹立ったっていうのも言うし、うん、そういうのやめた方がいいっていうのもめちゃくちゃ俺も言われるし、切れるなとか、怒るなとか、抑えろとか、<laughs> まあ全部そればっかなんですけど <laughs>、はいそ。そこが多分僕の一番の欠点なので、まあ、うちのママはそれをひたすら僕に言ってきますね。<laughs> そんなことでイライラするのやめようとか、ああ、はいって。 <laughs> もちろんあの僕からママに指摘することもたくさんありますしどっちかっていうとそんなのが多いんですけどだけどもちろんママもいやでもあなたもこれダメじゃんっていうのをもちろんあの反論で言ってくるんじゃなくてねそう僕がキレてるときに言ってきますねちゃんとそこよくないよねって言われさすがにそれあの配信中に言われることもあるんで知ってる方はいると思うんですけどま確かにと <laughs> ごもっともですと思うんで僕はそこは 言われたら素直に聞くのでそれできるかできんかで夫婦関係かなり変わると思うんですよね、うん、まあ当たり前ですけど人間が2人揃って100%お互いに認め合うことってできないと思うんですよもちろん全てが合うなんてことはだけど夫婦に関しては一生をつきまとうわけですよ基本的には離婚しない限りは一生つきまとうつもりで一緒にいるやつが、まあ、80%ぐらいはできれば噛み合いたいですよねででもちろん 50%ぐらいが自然に噛み合ったとして、残りの30%はお互いのすり合わせだと思うんですよ、本当に僕。本当はそこあんま好きじゃないけど、認めてあげないといけないっていうかさ、お互いにね。うん、で、なおかつ、そこあんま好きじゃないと、お互いに指摘し合って、じゃあ、できるとこまでは寄せるわと。例えば僕の短期なとこダメだとか、まあま、あそれは間違いないですけど、まあ、短期ってもうほぼほぼ欠陥品みたいなもんなんで、ダメな、ダメな、ダメ人間なんで、絶対直さなきゃいけないけども、 短期なの本当にもともと何かに対してイラッてするけどそれを表に出さないように努力はできますもちろんでも内心はちょっとってなってるんですよそれを、あのー、隠すことはできても消すことはできないだから極力、まあ、せめてあの人に対してねなんか悪態をつかないとか 怒鳴らないとかそういいううところでできるわけじゃないですかそうやって吸い合わせることで、まあ、イラッとはしてるけど、まあ、でもちゃんと人に食ってかからなくなったよねってだけでもやっぱ違うじゃないですか断ることでになんか外で喧嘩しとった人がそういう怒鳴りつけに行こうとしなくなったとか血ってなっとってもで <laughs> って飛びとったらもうそれだけでもまあまあ進歩ではあるんですよねもちろんいいことではないんですけども、うん、でもそういうもんだと僕は思います短所を直すっていうのは 直す完全に治すことはできないけどある程度寄せるある程度良くしようとする改善をすることだと思うんですでそれをやらないとお互いのために一緒にいられないから思ったことを夫婦間でそれを言えないっていうのはかなり僕致命傷だと思ってますこれ結構みんなやらかしてんじゃないかなと思ってで最低限言えたとて相手が治さないのが多いと思うんですでその結果あこいつにもう言っても無駄だわってなって言わなくなる の結果もうすり合わせることはなくなるから全然合わない50%以下しか合わないなんか一緒にいて大半のことがムカつくような存在にお互いになっちゃうんじゃないのかなって思ってでもそこそうなってる人多くないかなと思って結構まあ多分仲が悪い人はそうなんじゃないかなと思います話を聞かないのが多分一番か結局最終的にはねもと,もともとの元を正せばパートナーが話を聞かないから勇気がなくなってで今なくなって お互いに相手の気持ちがわからないし、お互いに素を出せない存在になるんじゃないかなって。まあ、ただもちろんあの擦り合わせをしすぎた結果、素を出せないっていうのもあると思うんですけど、最初に言った素を出せないのはあんま良くないんじゃないかって っていうのは、やっぱその気に入らないところを言えなくなるっていうのは良くないと僕は思います。でもちろん、気に入らないところを直すことも、確かに素を出せなくなることではあるんですけど、僕、そうやって散々言われた結果、で、直そうとした結果、そもそもさ、短所とか自分で分かってんじゃん。短期なやつって自分が短期なこと良くないって分かってんですよ。もう短期だから分かるんですけど、分かってますよ、言われん、言われんでも、な、もう。良くないと思う、俺も。だから、直そうとする。で、ずっと我慢している。 結果本当に切れづらくなったりしますマジでだからその切れづらいのがデフォになったりするんで割とそんな自分は嫌いじゃないんです悪くないと思う自分では本当,に思います本当に若い頃に比べたら全然丸くなったんで僕も全然怒らなくなったあの普通の人ぐらいには多分なってると思いますはいなんで もともと僕はあの家族にあんまり着れないんで、家族、友達に着れたことないんです。他人にしか着れないんで、少なくとも僕はあの娘に理不尽に怒ったことないし、ママにも理不尽に怒ったことない。理屈屋なんで、自分が間違ってると思ったら、ボロクソ言ばれても、はいってなるんで、そうですね <laughs> はいなんで、家庭内の喧嘩は全然それでしてないんですけど短期だから言うて。要するに他人と喧嘩するのはもめんなって言われるんですよ、ママにね。っていうのも、あ,ある程度は改善はできてきているので、そういう。 お互いの嫌なところを少しでも改善するようにできるのが多分一番夫婦仲大事なんじゃないかなと思いますね。相手に思ったことをはっきり言,う言われた方はちゃんと聞いてあげる、そして改善する、感知は無理です。それはやっぱお互いに分かんなきゃいけないんですけど、絶対に100%完璧なのは絶対無理です。人間ですから。はい。短所を100%直せる人間がいたらもうスーパー人間しか完成してないんで無理です。だけど、 どうしてもそこだけは直そうよって。例えばあの、ゴミをその辺に置いちゃうとかさ。いやそれはやっぱ人間としてダメじゃんって。<laughs> そこはなんとかしようって。まあ、でもやっぱそれはその人の短所なんで、うん、もちろんいっぱいいいところあるんですけど、その中の短所の一つなんで、まあ、それ直せれば、全然どんどんいい人間になっていくよねっていうところなんで、うん、僕の短期と,と一緒ですね。僕、最大の欠点、短期なんで。だよね。 お前そこだけは直せよっていうのはやっぱ短期以外ないなんか僕はやっぱり多分短期以外はないので、まあ、イラッとしたら顔に出るのは良くないとこだって言われましたけどあのそれも短期なんで多分はいそこね、まあ、改善できたらかなり真人間になっていくんで僕もねまあある意味では良くするために人間性を良くするために指摘してもらってるとも言えるのでうん そんだけ嫁が言うってことは、お前そんだけ短期が出すぎてあかん人間なんだぞって言われてることなので、僕は教えてもらってるので、他人だったらね、僕がどんだけ短期だろうと、何だろうと、悪い人間だろうと、何も言わんすよ。どうでもいいもんだって。最終的にそれで俺もめ事で巻き込まれて殺されたりしても、関係ないもん、他人からすればね。うん、知らん。ああ、好きに生きろ、好きに生きろってバ、イバイバイバイって。もう関わらんときゃいいんだもん。危ない人とは。それをやっぱ配偶者だから、一緒にいるから指摘してくれてるわけなんで、やっぱそういう。 しちゃんととと聞けるようになないとダメだなと思いだ思ます、はい、もちろんあの分かった分かったって言いながら蹴れとってもダメですしまあでもしつこく言い続けて変わる人もいますし、うん、変わっているはず俺は今回はそういう話でしたちゃんとあのはっきり言える関係維持できないときついんだろうなと思いますただはっきり言える関係を維持するためには言われた方がやっぱり聞かんと無理って話ですね はい、ちゃんと言ってよもそうだし、じゃ言われたら聞けよっていうのもあります。そこがやっぱダメになるとやっぱ愛情を薄れていくんじゃないかなと、お互いに言いたいことも言えんし、言わんし、言う意味がないし、この人にってなっちゃうんで、要するに言う価値がないって。間違いを指摘してあげる価値がこの人にはないってなっちゃうんですよ。時間の無駄って。要するに見捨てられるってことになっちゃうんで、それを夫婦間でやっちゃうと、よくないよねと。 いう話でした多分これ、親しい人ほどしつこく言ってくれるんですよね。だしつこく言ってきて、こいつ、積極性な、うるせえなって人は、あなたのことを大事に思ってる人です。僕、さっきも言いましたけど、他人がどんな間違いを犯しても、うん、それか、バイバイってしかならないです。うん、それ絶対直した方がいいよとは絶対言わないです。言ってもどうせ聞かねえし、はっきり言うけど、基本的に人間聞かないから、自分の欠点を指摘されて。なんで、そういうの言ってくれてる、あの、配偶者、恋人、 家族、親子供、みんな大事な存在なんじゃないかなと思いましたいやいいまとめ方したなはいというわけで <laughs> あの今回そういう話です、まあ、僕も身近な人から言われることはやっぱちゃんと聞こうと思います、はい、何も知らない人に急に言われてもえっ何ってなっちゃうんですけどもちろんそのいつも一緒に過ごしてる友人家族から言われることはあやっぱそう映るんだな うん、ち,ょちょっとパパ短気だよねって言われたとかさ「うん、ちょっとパパ言い方怖いよね」って言われたらもし子供にそれ言われたらね「あ俺やっぱそうなってんだ」ってやっぱ意識するんで言われたことないですけどね <laughs> 子供にそれは <laughs>、はい。はいというわけで今回はこんな話でしたちゃんとそういうのをお互いにやれないとなかなか仲良くはできないんじゃないかなと僕は勝手に思いましたという話でした。 以上焼きそば玉でした。